リスタイル第2弾の、ワームが、発売になります、まあ、ストレートタイプの、トルキストレートという名前の、ストレートワームです。サイズは 4.8 インチが最初に、リリースされます。で、まあ、これの特徴としては、まあ、まず普通にアングラー側がこうシェイクした時に、しっかり動く、まあ、これはもう D1 の時から、まあ、同じコンセプトで、まあ、誰でも簡単に動かすことができるというのがまず一つ特徴です。でさらに動きの質として、まあ、普通にシェイクしてブル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 と細かく震えるようなアクションが出るプラス、この水を受ける面ですね、この面を非常にこう広く取ってあるんで、ワーム自体がかなり大きく水を受けると。でその水を受けることによって、ただ普通にこうシェイクじゃなく、ふーっとこう巻いた時とか、あとは根掛かりをプッと外した時とか、まあ、ワーム自体にこうアクションシェイクしたアクションを加えてなくても、ブルブルブルっとこう水を押してクランクベイトのように動くっていう特徴があります。このストレートな状態がこうブル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 っとこう本当巻いただけでアクションが出ると。で、まあ、普通にこう投げててシェイクしながら釣っている時とかに、まあ、例えばちょっとしたフラットの上をこう普通にキャストして巻いたりすることもできると。1個のルアーでシェイクして細かい釣りもできるし、巻いて釣ることもできるという、まあ、新たなタイプの、ストレートワームになってます。であとは普通にこう動かして、例えばネガカットとかにこう竿を煽ってクッと外すといった時に、こうプンと外れた時にスッと動くんではなく、ブルブルブルッとアクションが出ることでリアクションバイトを得られたりとか、まあ、最後のピックアップの時に、巻き取る時にもブルブルブルッと動いてくるんで、そこで最後追ってきてくるとか、まあ、一投の中で非常にチャンスが多く作れる、ワームになってます。食ったかな。よし。おお、マジか。トルキーの猫、まあ、一番スタンダードな使い方かな。ガード付きのマス針に、32分の1オンスのネイルシンク、スピニングで4ポンド、まあ、もちろんこのネコリグ以外にもジグヘッドワッキーとか、まあ、ノーシンカーでのワッキースタイルとか、まあ、いろんな、釣り方に対応できますんで、まあ、メインはあくまでネコリグ、まあ、それ以外の釣りにも非常にうまく対応してくれるワームになってますので、まあ、リグは特に、まあ、これっていう、ネコリグっていう感じで決めてるわけではなく、いろんなスタイルで使ってもらえればと思います。で、まあ、ネコリグがやっぱり一番、まあ、得意な、ワームなんで、まあ、このネコリグのセット方法だけ少し、紹介したいと思います。まあ、これがセットしてある状態なんですが、まあ、フックと、まあ、シンカー、ネイルシンカー、まあ、あとはこの収縮チューブだったり、まあ、ゴムのチューブですね、これをまず使用することが、大前提になります。まあ、こういったものだったり、まあ、こういった、タイプのものだったりと、まあ、お好きなものを、セレクトしていただければなと思います。で、一番最初に、まあ、まずこのチューブですね、まあ、手でもできますし、ペンチなどで開いてもセットできます。でゴムをセットしていきます。まあ、普通に通してもらって、ずるずるずるっと下の方に持ってきます。でこれをセットする位置が一番重要で、まあ、このリブが、くぼみが 1,2,3,4 箇所あります。4箇所ある中の一番でかいくぼみに、このリングをセットすると、まあ、こっち面は、スリットが入ってますので、まあ、そのスリットのちょうど真ん中ぐらいにゴムが来る状態になります。で、まあ、お好きなその時の状況に合った、ネイルシンカーを、まあ、頭にブスッと刺してもらうと、最後にフックをつけます。でこのワームの動きを、100% しっかり出すために、
基本的にはこのワームに対しては刺しません針は、そのワームに対して刺さないことによって、まあ、ワームが、フリーな状態になるんで、まあ、しっかりとしたアクションが生まれると、いうので、まあ、ゴムを、まあ、収縮チューブだったりこういったゴムを使用する前提になってます。でじゃあ針を、ボディに刺さない、状態でじゃあどこに刺すのか、まあ、このゴムが、セットされている部分にこのスリットが入ってます。このゴムとこのスリットの間、ここにフックをセットしてください。まあこういった感じです。通すだけですね。つまりこういう感じ。そうすると、ワーム自体はもうフリーなんで、アクションが 100% は出ると。ここがどうしても、針を刺して固定してしまうと、真ん中の部分が固定されて、まあ、頭とこの尻尾の部分しか動かなくなってしまうんですけど、まあ、このスリットを入れてゴムのこのチューブをつけることによって 100% このフリーでアクションが出るといった状態になります。でスリットがあるんで、まあ、針自体も動かないと。なんでね、しっかりこの、点の部分でフックが固定されますんで、しっかりとした動きが出せると、こういったセット方法になります。まあガード付きのマス針を使うか普通のマス針を使うかは、攻めるポイントによって、変えていただければなと思います。まあ、もちろん、ガード付きにすればカバーも攻められますし、まあ、普通にテトラとか、オープンな場所で、シェイクする場合でしたら、まあ、ガードなしでも使えるしっていう、まあ、非常にいろんな、タイプの場所に、対応できる、ワームになってますんで、まあ、ベイトフィネスでも使えるしスピニングでも使えるしっていうサイズ感で、まあ、さらにこういったカバースタイルでも使えるし、まあ、普通の、シェイクするスタイルでも使えるし、さらに巻いても使えるっていう、まあ、いろんな使い方ができるワームなんで、まあ、ぜひ皆さんが、普段行ってるフィールドで、まあ、こういった釣り方が効くんじゃないかなっていうスタイルをチョイスして、使ってみてもらえればなと思います。And they stay there!